アオリカ匿名の K ありがとう。匿名の K、 匿名の K ありがとう。まあいっか。まあいっか。まあ別に行く気はないね。正直行く気はない。なんでかって、だってやっぱ自分が興味持たないと行きたいって思わないもん。だから自分がこう、わ、ここなんかワクワクするとかさ、面白いって思わないと、ただなんかそういう風に思えなかったからさ、ちょっとやっぱ勉強で見たりとかするけど、なんだろう、面白いって思えなかった。それはもちろんまゆがちゃんと見てないのかもしれないけどさ、なんかそのシステムが好きじゃない、正直。アカウント出してて、なんかこう入室体質は分からんけど、入室もバレるし、なんかきらこめばっかだし、なんか私もニコ生系が好きだから、なんかこう魅力を感じなかったな。分かんない、ちゃんと魅力をちゃんと見てないのかもしれないけど、いや分からん。あ、姉ちゃんもありがとう。姉ちゃん、ピーちゃんもありがとう。ただすごいこう相性が合うとすごい稼げるとこなんだよなって分かるけどさ、あ、なんか言ってた、横のつながりとか助け合いとか大変らしい。結局そのふわっちではさ、みんなこう一匹狼だから、なんかこう投げ合いとかないじゃん。でもその投げ合いが結構普通、 TikTok だとこう普通みたいな。うん、お薬さん米に意外と多い。でもほら誹謗中傷とか少ないんじゃない？まあ変わってる人が いるとして、まあ別に。別になんじゃない？ゼロワンうまくいった。でもなんかゼロワンもなんかストレス溜まってそうじゃない？なんか溜まってそう。いい人キャンペーンというか、なんか多分なんでだよみたいなことすると、え、ゼロくん怖い、どうしたのみたいなコメントが怯えちゃうんじゃない？だから今まで通りのことができないんじゃないかな。だからちゃんとこう綺麗系でいないといけないし、大変なんじゃない？大変な世界なんじゃない？まあどこも稼ぐことって大変だからね。楽してなんて無理だよ。大変なんだよきっと。 TikTok もみんな楽して稼げるかもっていうあるかもしんないけど、ふわっちでそう発散したりしてるでしょ。大変なんじゃない？やっぱ、うん、TikTok 行ったゼロワンの名前出すな、リスナー身内投げするな、叩かれまくるよ。 TikTok 行ったらゼロワンの名前出すな、リスナーの身内投げするな、叩かれまくるよ。多分ね、ないと思うよ。それはふわっちだと思う。 TikTok だと、へえ、ゼロワンくんの元カノなんだ、結構可愛いんだね、キラキラキラってコメントなんじゃない？なんか育ちがいいもん。なんか多分ねそんなないと思うよ。ふわっちだったらそうかもしんないけど、そうだよね。じゃあトイレ。あ、ゆうちゃんありがとう。モデレーターがいるからキラコメだらけ。まあそうだよね。だからそこがまあ面白い、まあなんだろうね。まあ別にまゆはふわっちが好きだよ。まあただ TikTok は夢あるね、夢がある世界だなとは思うけど。あ、眠くなってきた。眠くなってきた。不安な配信じゃん、これ。これ開いてないっていうか、もう下に見られてんだよ。スケマルくんとか、なんかスケマルくんが配信やってたからさ、昨日配信やってたからちょっと見たんだよ。なんか私がスケマルくんと会った時ってなんか、いやまあイケメンなんだけど、あ、まゆちゃんちょっといいですか一緒にコラボしてもみたいな感じだったのに、昨日見たら、俺は TikToker だぜみたいな俺は何を言われようが何とも思ってない。なぜなら俺はすごい変わってたからまあ別にいいし、俺 TikToker だからって言ってた。こんなに変わるのってこんなに、しかもめちゃくちゃなんかネックレスがなんかこう一輪のこうギラギラの金ピカで、俺は今から01とコラボをして、その間のちょっと休憩で来たけどよみたいなこんなに人変わるのかってそれ見てる人いないかな。ちょっとオーバーかもしれんけど、なんかギラギラでなんかサングラスつけて、サングラスなんてつけなかったじゃん、スケマルさんって。なんかつけてたよ、サングラス、真っ黒のギラギラのネックレスと。まあみんなにどうで、コメントでなんかちょっと荒れてたんだよね。それで、いや別にどう思われてもまあいい、俺は今から TikTok に行く、俺は今から01とコラボするみたいなこんなに人って変わるんだ。うん、ただスケマルさんもねすごいよね。うん、向きだて、まあだから向き不向きがあるんじゃない？向き不向きがさ。いやすごかったよ。ちょっとそれは見ててわーって思ったけど、みんな変わるよね。あとゆめきくんとか、あ、愛子さんちょっとね疲れて連絡ちょっともうあれしてない。なんか2回バック入れられたから2度あることって3度あるじゃん。だから返してない。だからゆべきくんに関してはなんか可愛いねみたいな、あ、なんかこんな感じ、なんか、あ、コメントこんな感じだったね、なんか可愛いなって思うみたいな、ゆべきくんの言い方わかんない、戻ってきてるのかわかんないけど、なんかコメントをなんかちょっと一瞬見た時にそんな感じだった、スタイルが。なんか誰見ても思うのがなんか変わっちゃうな、うん、あとはその稼いでる稼いでないとかじゃなくて、やっぱ TikTok ってコメントがすごい綺麗じゃん。その民度の低さを感じちゃうんじゃない？うわ、本当になんかふわっちって汚ねえなみたいな。民度の低さっていうのはあるかもしれない。アンチとかもちょっとレベルが低すぎるもん、前のアンチとかさ。今の君の発言みたいに不安をそうやってバカにして、あ、私そのアンチ、ふわっちのアンチとかのめちゃくちゃバカにしてるよ。間違いなくバカにしてる。そこは TikTok と全然違うなって思う。それはそうだよ。ふわっちは好きだけど、まあ悪いところはなんだろう、ふわっちが好きだからって TikTok のことを全否定するのはただの嫉妬だから、いいところもちゃんと見てるけど、悪いところがなんかキラコメばっかの匿名機能っていうところかなっていう、まあ、どこにでも、まあ、いいとこもあればふわっちの良さもあって、そこは認めないと。いけないね、うん、他の配信者をバカにして足を引っ張ってる。私は別にバカにしてると思ってないよ。足を引っ張ってるっていうのはどういうこと？別に仲間がいないしね、ふわっちってその仲間いないよ。みんな一匹狼、ふわっちのスタイルってみんな敵だよね。仲良くしててもみんな敵だから、足の引っ張りようがないんだよ、そもそも、うん、だツイキャスとか TikTok とかはみんな、 なんか仲良しなイメージだな。あ、試着室ありがとう。スケバルくんのことバカにしてないよ。ただこんだけ変わるんだなって、うん、スケバルくんのことをバカにしてないよ。こんなに人は変わるんだって話しただけじゃん。サングラスつけてゴールドのネックレスをつけて、俺は今から TikTok に行く、俺は何とも思ってない、ふわっちのお前たちのことを何とも思ってないぜ、そう言っただけじゃん。で、実際にあのスケマルくんはあの TikTok ですごい稼いでるからね。いや、調子乗っちゃうでしょ、あんなに。だって一晩で40万とか稼ぐんだよ。それは多分ふわっちでもいないんじゃないかな。どうだろうね。ああ、分からん。あ、姉ちゃんありがとう、姉ちゃん。うん、ごめん、月丸くんのことはね、そんな知らないんだよ。そんな知らない。うん、ああ、ちょっと。いや、どう、まあ、向き不向きがあるじゃん。だって時静香ちゃんだって TikTok に行って月収100万いってるんだよね。なんかこう分からない。まあどうなのか分かんない。だから閲覧って関係ないじゃん。閲覧って関係ないよね。ほとんどだってイベントのこの総合の人たちってさ、みんなさ閲覧ってさ、2桁が多くない？閲覧のそのイベント総合って見てくれてる支持数って関係ないんだよね。ただ私はちょっと閲覧2桁はちょっと嫌だな。閲覧2桁でプラチナプラスよりも閲覧3桁でゴルプラがいい。静香ちゃんそんなぐらい。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。でも確かに静香ちゃんふわっちやってたね。言うて確かに。あー、眠くなってきた。3時25分か。あー、結構長時間やっちゃった。1時間の予定が2時間やっちゃった。うん、いや、モスコさんね、すごいよね。料理配信じゃん。しかも料理配信。お前もそのうち稼げなくなるやろな。分からんよ。そんなことないんじゃない？なんかどうなんだろうね。いや、どうだろう。別に一本釣りってわけでもないじゃん、きっと。そんなことないと思うよ。ただ私なんだろう、なんだっけ、ケインさんとかさ、あとハーゲンダッツさんとかさ、トラオくん。あ、トラオくん最近いないね。トラオくんもうやめちゃったんかな。トラオくんとかさ、そういう人がついたことないな。うん、なんかトラオくん、いや、トラオくん版ってアカウント結構持ってるんだけど見かけないよね。最近いないなって思った。飽きちゃったんじゃない？関慎吾も TikTok 始めた。なんかさっき関よしえさんとコラボバトルしてたけどね。いいな、よしえさんとコラボバトルとか。いっちゃんありがとう。そうなんだ。 TikTok やってんだ。知らんかった。あ、たーちゃんもありがとう。たーちゃんもありがとう。そうなんだ。それ知らなかったな。親子でコラボバトルしてたよ。知らないの？そうだよ。してたよ。してましたね。あと8000ポイント、3位まであと8000ポイント。誰か無料アイテムと有料アイテムをお願いします。ちょっと寝ようかなマジで。この時間ダメだ。まゆちゃんも眠いし。あ、みーちゃんありがとう。目が充血してきた。TikTok 向き不明がない人によるならこっちでうまくとも言えます。まあだからそれも、まあ、例えばニンポーさんとかさ、多分ニコ生よりもふわっちですごい今勢いあるじゃん。向き不向きあるんじゃない？いやびっくりしてんじゃない？そのニンポーさんのことを知ってるニコ生配信者の人がふわっちでこんなに稼いでるってびっくりされてんじゃない？あるよね向き不向き。いやみんな忍法さんの話話題してんじゃん。多分私は忍法さんはねすごい人になるんじゃないかなって思ってるよ。酔っ払ってきた。寝ようかな。こうにあげてもこんな時間に起きてるの17歳が、こんな時間に起きてるの。平日なのに寝ないとダメだよ。あ、みーちゃんもありがとう。これなんだよ。数はひろかず、こんばんは、ありがとう。いやもう忍法さん別に私のこと何とも思ってないよ。間違いなく何とも思ってないって言ってんだけどな。てか絶対何とも思ってないから、なんで周りがそんなまゆちゃんのこと本当に好きなんだよって、なんで周りがそんな言ってんだろうって不思議なんだけど。前も結構純粋な心を持ってるけど、さすがに思わないけどな。なんでみんなそんな風に思ってんだろうって。本気の告白されたらそれは分かんない。会ってみたらまゆだってなんか思うかもしんないし、それは会ってみたらあっていうことはさ分かんないじゃん。そうだけど今の段階でまだ会ってもないのになんか盛り上がってる人って何なんだろうって思っちゃう。あ、もーちゃんありがとう。会ったことないんだよ。だって会ってだったらまだわかるけど、まだお互いのこと何も知らないんだよ。うん、本気かどうか見抜けるって、会ったことないのに見抜けるに決まってんじゃん。うん、会ったこともないのに好き好き言われたらね、エンタメでしょ間違いなく。でもリスペクトしてる忍法さんはすごいすごい人だな、なんか会ってみたいな、ワクワクっていうのはあるよ。みんなまだ信じすぎ。信じすぎ。恋に恋してる感じというか、無理やり恋しようとしてる感じ、なんかこう寂しいからみたいな感じだね。皆さん赤文字で終わるので、ちょっと最後にね、無料アイテムと有料アイテムお願いしますね。もうこれで終わるわ。寝ます。ありがとう。漢字の方ありがとう。眠くなってきた。いや、1時間で終わろうと思ってたのに、なんかやっぱお酒飲んじゃうとダラダラ喋っちゃうな。お酒飲んじゃうと。あ、りーちゃんもありがとう。りーちゃんみんなに言うことがそんなに真面目に見ない方がいいよ。配信ってそんな真面目に見ちゃいけないよ。眠た。あ、ローマ字の方もありがとう。平日でしょ。みんななんで起きてんの？平日なのに。あ、せいちゃんもありがとう。みんな起きてるってかさ、山田くんっていつ寝てんの？山田くんってマジでいつ寝てんだろう。いや、マジですごいな。びっくりしてる。山田くんってなんか配信つけてると絶対山田くんいるよねあ、こちゃんもありがとう、寝落ちでみんな寝てる。すごいなって思って。まゆちゃんラーメン食べてみたい。まゆちゃんラーメンね、美味しいんだよ。でもラーメンって簡単だなって思った。自分で出しとって分かったけど、なんかラーメン屋さんの味って作れちゃうよ。もうあとはもう手打ちで麺を作るだけ。もうそしたらもう私まゆたラーメン屋作れちゃう。本格的なラーメンだよ。それでも簡単だけどね。あ、漢字の方ありがとう。あ、 S ちゃんもありがとう。ちょっとね、もう終わっちゃうんですけど、ありがとう。あ、ダーちゃんもありがとう。ダーちゃんありがとう、あー H ちゃんもありがとう。 H ちゃんありがとうございます。わ、どうしよう。11日マジどうしよう。企画なくなったな。企画なくなっちゃったよ。煮干しと昆布して出しとってサラダ油入れたとこしか覚えてない。簡単だよね。ベイパー、醤油、サラダ油、オイスターソース、お醤油、以上。味の素。S ちゃんありがとう。そう、忍法さんね、亡くなっちゃったんだよ。まゆのこと好きすぎて最近寝れない。私そんなに配信してなくない？たださ、山田くんみたいな人好きになったら大変だよね。もうずっと配信してるからさ、なんかもうずっと見ないといけないじゃん。私そんなしないもん。イベントの時はちょっと長時間しようかなっていうスタンスだけど。じゃあ皆さん赤文字で終わるんで、ありがとうございます。あ、亀ちゃんありがとう。亀ちゃん、あ、おつまゆ、あ、くーちゃんありがとう。くーちゃんいてくれてたんだ。くーちゃんナイス。そう、なくなった。いててててててて、前もねもうすぐ寝て、また明日配信するけど、まあ明日も忍法さんなくし生きてるよ。忍法さんはなんか実家に帰ったみたい。ただ私的にはアイテムスターツってやってると思ってる。あ、くーちゃん豚ちゃん1個ありがとう。私は多分そう思ってるよ。だからね、みんなそんな心配しなくていいんじゃない、きっと。ありがとうございます。また起きたら今日も配信やんないと。イベント4位だ、追い上げたい。イベント4位追い上げたい。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ゆっくり休んでね。リスワン1位でした。ありがとう。リスワン1位嬉しい。2月